皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。ドジャースの大谷翔平投手は、前人未到の50本塁打 &50 盗塁、50から50を達成し、さらに数字を伸ばし続けている。米放送局 MLB ネットワークの公式 SNS は、同放送局の解説者で、米国の権威あるスポーツ専門誌、スポーツイラストレーテッドの記者でもあるトム・ベルドゥッチ氏が書いて、自らナレーションもした。 偉大さへの道と題した5分にもわたる映像を公開した実際の動画大谷翔平の偉大さがわかる衝撃的な5分間の映像生きている間に一度前例がない人物が現れることがあるかもしれない50から50は通算500本塁打3000安打300勝のように永遠の伝説となる選手の証だ そして神業としか思えない完璧な歴史とのつながりの中で、大谷は史上50回目の50本塁打シーズンを達成している。これまでの49回では、誰も50盗塁の半分にも届かなかった。投手としてはリハビリ中ながら、野手として凄まじい活躍を見せることに、片方しかできなかった中で、大谷は単に我々に目を見張らせる新しい方法を見つけたと称賛。 本塁打だ,だけでなく、盗塁を決めることにも、6フィート4インチ、193センチ、210ポンド、95キロ、の大谷は、42を上回る盗塁を決めた最も大柄な選手だと賛辞を送った。まさにスピードとパワーを兼ね備える、稲妻と雷鳴、50-50。これは単なる得意なスタッツではない。 我々の時代に唯一無二の偉大な選手がいるということのさらなる確信だ。大谷の偉大さは彼の前を歩いた選手たちではなく、彼が選ぶ道で評価される。すでに、伝説、の領域に突入する大谷の異次元さを強調していた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。